王子ネイは、中国の政治哲学者、政治家。第18期、第19期中国共産党中央政治局委員、第19期中央政治局常務委員、中央初期どころ初期、中央精神文明建設指導委員会主任、党中央政策研究室主任、福丹大学教授、江沢民、胡錦東、習近平政権を理論面で支えたことから、 ミササテージの異名を持つ。1974年に加藤師範大学外国語学部でフランス語を学ぶ、傍ら、上海社会科学院で研究活動をする。1977年に文化大革命から復活した全国普通高等学校招き生入学講師で優秀な成績を収めたことから1978年に福丹大学の修士課程に入学。 1981年に法学修士を取得した。1984年4月に中国共産党に入党。1980年代は半月団など時事雑誌の表紙を飾る青年学者として名を馳せ副丹大学国際政治系教師、副教授、教授を歴任し、アメリカ合衆国のアイオア大学と、 カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員にもなった。1989年から福丹大学の国際政治系、主任。1993年に国際中国語大学リベート大会で福丹大学リベートチームを率いて優勝し、1994年から法学委員長となり、さらに名声を高めた。中国の発展には教人による、 開発独裁的な権威主義体制が必要と主張する新権威主義と呼ばれる一派の論客として活躍し、中国共産党上海市委員会宣伝部の注目を得て、第13回全国代表大会以降、党の重要理論の起草に関わることもある。1995年、蘇慶校、ご報告の強い推薦により、江沢民総書記によって、 当中央政策室政治グループ長に任命され、1998年4月には研究室副主任となり、2002年から主任を務めた。三つの代表、古近闘時代の科学的発展観など重要理論の基礎に直接関与し、2007年10月、第17期中央委員会第一全体会議で、中央初期どころ初期に選出され、当地から軍以来の理論家による、 初期どころ初期就任となった。2012年11月には、第18期中央委員会第一全体会議で、中央政治局委員に選出され、習近平の掲げる、中華民族の偉大なる復興、中国の夢という国家スローガンを考えたとされ、その内政から外交にまで及ぶ、影響力から、ベー,シールストリートジャーナルは、カル・ロブとヘンリー・キッンジャーを一体にした存在と、 評した2017年12月3日、Google や Apple などの CEO やインターネットの父の一人であるロバート・カーンなど IT 業界関係者を集めて石膏小ガラスウッチンで開幕した第4回世界インターネット大会で中国のネット検閲を正当化した上でネットビジネスの国際制度設計に中国が積極的に関与していく姿勢を示した。 中国式のサイバー主権を世界に広めたい考えと見られる。いずれも日本未完のため、法題は参考として掲げる。英題は英語版により同様に参考として掲げる。王道氏、中国共産党、新聞、2012年11月15日。ありがとうございます。